少年、足部は、森下博美による日本の漫画作品を呼び、それを原作としたアニメ作品。1988年から1994年まで、週刊ヤングジャンプに、連載、単行、本全発刊。1990年には OV 映画、制作。1991年には、テレビアニメ、少年足部。1992年には、少年足部にが放送。 2000年から2004年にかけて続編にあたるコウマゴマが連載。2011年から2012年までマンガタウンにて少年足部セレクション観光に合わせた少年足部より抜き再掲が4色カラーに開講した上で行われた。2016年より23年ぶりに新作のテレビアニメが放映されている。また2017年より月刊アクションにて 高校1年生になったアシベたちを描く続編、青少年、アシベを連載開始。原作は森下が担当するが、作画は森下自ら指名した BL 漫画家、笑いダイラーが担当する。漫画アクションにて、小学3年生になったアシベたちを描く続編、小3、アシベ救急ゴマちゃんが2020年第7号から連載中。ゴマふアざらしの赤ちゃんであるゴマちゃんと、 小学1年生の足や足部たちの交流を描いたギャグ漫画。それまでの4コマ漫画とは異なり、ストーリー展開が豊富で異なるキャラクターのドラマが同時に進行していくという4コマ漫画の新たな活用が見られる作品。主人公の少年、足や足部は近所に住んでいた同級生のアナンスガオとはとても仲が良かったが、小学1年のある時、 大工職人であるアシベの父ちゃんが建築中の家を火の不始末で燃やすという事件を起こしてしまう。親子はそれまで住んでいた一軒家を引き払い、父ちゃんの実家付近である目黒区のアパートに転居。同時にアシベも転校することとなる。アパートに転居して間もない頃、道路を歩いていたアシベの目の前を通りかかったトラックから白い物体が落下。魚だと思ったアシベは、 夕飯として食べるつもりで家まで連れ帰った。父ちゃんが台所で切りさばこうとするが、魚ではなさそうだとして、動物図鑑で調べてみると、ゴマフアザラシの赤ちゃんだとのこと。父ちゃんが食って食えないことはないが、アザラシの赤ん坊がかわいそうじゃないかと言った直後、足辺の、じゃあ、こいつ買おうぜ。という一言で、ゴマちゃんと名付けて、足焼けの家族の一員として飼うこととなる。 一方、アシベと離れ離れになったスガオは悲しみに暮れる毎日。その上、父の転勤に伴い、ネパールへ、一家転住山から降りてきた、イエティ、学校に行けない、スガオの家庭教師として、依頼を受けた元修行像などが家に居座ったり、フランス領コラコラ島に廃典になるなど問題が多発。しかし、アナン家は日本に戻ってくることになり、アシベとスガオの二人は、 クリスマスの日に無事再会を果たす。少年、アシベの続編として、週刊ヤングジャンプに、連載、単行本前六巻、前作から以下の変更点などがある。コーマゴマの続編として、双葉社、月刊アクションで連載中。高校一年生になったアシベたちを描いており、原作、構成を盛りしたが、作画を荒井ダイラーが担当している。 制作手順はまず森下が毎回小回りまである程度作り込んだネームを描き、それを笑い平がアレンジして二人三脚する形という流れになっている。1990年にポニーキャニオンより OVA として先行制作され、発売後にテレビアニメ化されている。1991年4月11日から12月28日。 1992年10月3日から1993年3月27日の日記に、わたって TBSK で放送。一週に3話が放映される形式。アシベ1、全37回。アシベ2、全25回。なお、アシベ1の途中までは、木曜19時からの JNN 全国ネットワークでの放送であったが、後にローカルセールス枠に移動されて、番組が、 打ち切りとなった地域も多かった。JNN 報道特集の枠を移動した上で、チビマルコちゃんにぶつけることも検討されたというが、アニメーション制作を受け負っていたライフワークや、日本アニメーションが当時、チビマルコちゃんの制作を受け負っていたことと同じ宝が、メインスポンサーや原作の連載媒体である、週刊ヤングジャンプの 発行元が、チビマルコちゃんの、リーボンと同じ集営者であることなどの諸事情により、実現せず、上記の枠となった。なお、1995年8月の夏休みには、TBS のローカルにて、アシベニの再放送を月曜日金曜日の10時30分11時に、実施していた。アシベ役は、OVA では、高山みなみが、テレビアニメでは、坂本千夏が演じた。また、 足部の父ちゃん役は、OVA 初期版では、石丸博弥が演じていた。ナレーションは、中西太恵子、堀内健優、鈴木勝美。中西は、丁寧語でのナレーションだったが、堀内、鈴木は、比較的シリアスな口調だった。初期の原作は、青年史掲載であるために、森下の作風である大人向けの漫画だったが、テレビアニメは、ゴールデンタイムの放送であり、 玩具グメーカーの宝が番組スポンサーに入りぬいぐるみなどのキャラクター商品が展開されたこともあって比較的子供向けを重視した内容で作られ原作の少々ブラックなギャグや描写は放送コードの関係上省略されていた。宝から売り出した主力商品のジタバタコマチャンは約40万個出荷する大ヒット商品となった。アニメ版の次回予告は一応各回で 用意されていたがプレゼントの告知がある場合、次回予告が全く行われなかった。その予告は、アシベ1では、ごまちゃん、予告だよ、早く早く。9、アシベ2では、アシベ、遊んでばかりいないで、予告やりなさーい。はーい。9、と、それぞれ言ってから始まった。なお、アシベ1の目標最後の放送となる、第24回は、 通常の予告は行われず、本作の一場面と放送枠変更のテロップで構成されたブルーバック映像を映し、曲穴が放送枠変更のコメントを読み上げた。スタッフスタッフ主題歌かクアリスト少年、足部少年足部に放送局系列は、当時の系列。タイアップ、少年足部号号ごまちゃんのタイトルで、NHKE テレのレッツ天才テレビくん。 アニメは国で、2016年4月5日から2017年2月21日までは、第1期、2017年4月4日から2018年2月13日までは、第2期、2018年4月3日から2019年2月26日までは、第3期、2019年4月2日から2019年12月17日まで、第4期が放送されていた。 再放送は2017年4月8日から9月30日までは毎週土曜日17時25分から17時34分第2期の第33話から第48話までされていた。また2020年4月4日から9月27日までは毎週土曜日9時20分9時29分第4期の一部を除くエピソードがされていた。 キャラクターデザインは、第1.2期では連載当時の原作を忠実に再現していたが、一部スタッフが入れ替わった第3期からは、コーマゴマ連載当時の画風と作者の現在の画風が合わさったものとなった。アニメ第1.2作との相違点スタッフ主題歌、CD シングル発売元、およびダウンロードシングル配信元はすべて、ワーナーミュージックジャパン。 各アリスト夏休み期間中、および春休み期間中は既存エピソードから、セレクトされたアンコール放送が行われるため新規エピソードは、原則として、放送休止。2016年10月4日、放送分は特集番組、わらたまどか放送のため放送休止。2017年1月3日、放送分、および2018年1月2日、放送分。 2019年1月1日放送分は、いずれも、新年特別番組編成のため放送休止。2019年3月12日19日放送分は、特別番組、テレビ選手特別、ミッションパラスポーツを調査せよ。ゴールボール編放送のため再放送の放送休止。第33から48話は、土曜日17時25分から再放送も、行われていた。 第97から118話は、2020年4月4日から9月27日まで、土曜日9時20分から再放送も行われていた。放送局タイアップコラボレーションコミカライズいずれも、原作、森下博美、作画、小木野純子、監修、チームゴマ、ま、出版元、二馬車、マゴマに関するカテゴリー、少年足部ゴー、ゴマちゃんに関するカテゴリー、 ありがとうございます。